小麦っていうのはその北海道でも11万ヘクタールも作ってて、やっぱりないと困る作物なんですよね、農家さんからとって。国全体としてはね、やっぱり今の食料自給率はちょっと低いんじゃないですかと、もうちょっと上げた方がいいんじゃないですかということで、ならやっぱりパン用のね国産小麦ないと、農家さんが作るのも困るし、食料自給率の面からも困りますねと。基本的にはやっぱり日本の農業だったりあるいは北海道の農業だったりということがまあ活性化されて、日本の自給率全体が上がっていくことがまあ社会貢献のまあ一つだろうと。今それをですね、一番こう具現化するのに、まあ夢力は非常にシンボリックなあの存在になれるんじゃないかな。品種改良のスタートの、まあ、掛け合わせ、交配って言ってね、掛け合わせるのは、平成8年なんですよ、やったのが。当時ここにいらっしゃった、まあ、高田さんっていう先輩がねやられたんですけれども、まあ、ある程度夢力の原型に近いところができていて、でそれを残していってくださったと、まあ、その後品種にするところまでをですね、まあ、パーマが美味しいかどうかもそうですし、病気に強いかどうかとかね、あとどれくらい収穫量が取れるかとかっていうのを結構長い時間かけてテストするんですね。そういったところを、まあ、僕だけじゃないですけれども、このチームとしてみんなでやってきたということですね。品種になったのは平成20年ですので、掛け合わせてから品種になるまでっていう意味では12、3年ですけれどもね。やっぱり、まあ、特にこういう、まあ、研究っていうんですかね、まあ、開発っていうんですかね、そういうのはやっぱり、まあ、こういった土いじりとかね、やっぱり、好きな人が多くて、僕もそうですけどね、まあ、十数年っていうとですね、長いことは長いんですけれども、結構あっという間といえばあっという間なんですよね。まあ、夢力がね、あれ品種になるかならないかの頃だったんですよ。ちゃんとまともなものが取れるかどうかとかね、そういった本当にいろんな不安な要素があって、まあ、本当にごく小さい面積でね、見るだけ見てもらえませんかと、そういったお願いをしに行ったんですよね。北海道農業研究センターっていうところの二松さんのグループがね、試験栽培していただけないかということで来られたんだけども、でその種子の一部を二松さんにこそっとね、粉にして、そしてあのたまたまその冬だったもんだから、オーストラリアのスキー客が来る観光施設があるわけ。そこで食べてもらったら、こんなね食感のパンができる粉が日本にあるわけがないというほど、その反響が良かったわけなんです。よし、それであればね、普通は試験栽培というのはね、2段か3段するのをいきなり10ヘクタールほど撒いたんです。これはいいもんだと思ったらね、農家の人が誰かがやらないと、そういういいものがあるんだっていうのを皆さんに覚えてもらえないわけだから。元をたどればですね、2008年というのがですね、まあ、ここ数十年の中で一番穀物の値上がりが激しい時でした。まあ、そういう時にですね、まあ、うち の, あの我が社の森田社長がですね、まあ、受給率の向上につながるようなことはできないかと、そういう話を受けてですね、いろいろとその学術会議等々でお世話になった先生をたどっていくとですね、そこでまあ夢力と、なかなか有望な品種があるぞということで、まあ、最初に知り合ったのが約4年前のちょうど秋だったと思いますね。
その夢力からそれを使って、パンを作るとですね、いわゆる超強力であるがゆえにですね、非常にもっちりとした食感というのが出しやすいということはありますね。で、我々も想像以上にいいパンができで、また、森田に、試食をしてもらったら、これはうまいなと。でも一方ではいいパンできるけど作るのが大変だということがあってはいけないんですけど、その点もですね、外国産の小麦を使って、パンを作るのと工程的にもほとんども変わらないし、工場で作ってもですね、問題なくできるということが、確認できたので、このパンの、普及に努めたいというふうに考え始めたんですね。9割以上の方がですね、大変美味しかったというご意見もいただきましたし、また発売されたらまた買いたいと、そういうご意見をいただきました。一応来年の春にはですね、新商品として、パンのその配合も見直しから、打ち出し方も少し考えてですね、お客様にもう少し手に取りやすい価格で商品を作りたいと、そんなふうに思っています。やっぱりお話を伺っていくと、農家の方もですね、商品の自分たちの作ってくれた農産物の評価をしてくれて、いいものについてはきちっといい評価で、あまり良くない時にはやっぱり厳しい評価をして、そういう、いわゆる正当な評価をしてほしいと、そういうことをしていくことが日本の農業の将来につながっていくという、そういう方がですね、大勢お見えになるということが分かってですね、そういう人たちとやっぱり僕らはコミュニケーションをしていくことによって、こう輪がこう広がっていくんじゃないかなと。今それをですね、一番こう具現化するのに、夢力は非常にシンボリックな存在になれるんじゃないかなと。学校の給食もそうですけれどもね、特にその特別なものじゃなくて気取らずにね、国産の小麦のパンなりラーメンなりパスタなりを食べれる当たり前の存在になればいいなと思うんですけれどもね。今まではパン用の麦っていうのは非常に経済効果がなかったんだけど、これは十分にいけるし、この夢力の持ってる性質っていうのをつないでいけば、さらにもしかすると良いパン用の小麦が生まれてくるんじゃないかなと思ってます。昨年の夏に比べると十数倍、今年は、たくさん夢力が取れたというふうにお伺いしています。さらに来年はまたその何倍か、もう種まきは9月の終わりぐらいに終わってはいるんですけども、種面積が広がったというふうにお伺いもしています。いかにこれをですね、商品としてお客さんにお届けできるかというところが、我々一番ポイントであると同時にですね、日本の国内のですね、食料の安定供給ということをですね、具現化していくためにはですね、我々としてきちっとそういうものを、この商品をこういうことで発売しているので、ぜひよかったら買ってくださいという、その価値をきちっと伝えるということが、僕らのこれからの仕事だろうなというふうに思っています。